エンツォは、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世の諸子で、ハインリヒ7世、コンラート4世のイボ弟、アンティオキア皇フリードリヒ3世、マンフレーディのイボニー。父と同じ高城であったため、あるいは勇気と行動力を称えられて、若鷹と呼ばれた。フリードリヒ2世の子供たちの中で最も父に似た、容姿であると言われ、フリードリヒ自身もエンツォが自分とイリ二つであると述べた。 北、イタリアでのゲルフとギベリンの構想において、ギベリンの指導者の一人として活躍したが、1249年に敵対するボローニャの捕虜となった。エンツォは詩人としても知られ、父、フリードリヒを超える詩の才能を持っていたと評価され、獄中でも詩を吟じ続けた。青年時代、エンツォはパレルモの宮廷で数年間を過ごした。1238年10月に、 父フリードリヒによって、クレモナで騎士に列せられた。東霊の天霊で騎士に列せられた後、エンツォはサルデーニャの相続権を有するトリネの皇女、アデラシアと結婚し、そのためにサルデーニャ王と呼ばれた。1243年より、エンツォはサルデーニャ王を自称する。エンツォの結婚によって、サルデーニャの領有が問題となり、神聖ローマ帝国とローマ教皇の対立は、 深刻化した。フリードリヒ2世はエンツをイタリアにおける自身の代理人とし、1245年のリヨン公会議でフリードリヒ2世の破門が確認された後は、ベローナのエッチエリーの3世ダロマーノと共にイタリアの反皇帝派と交戦した。後にエンツォとアデラシアの結婚は無効であると宣言され、1249年にエッチェリーのノのーと再婚した。 結婚式の後、エンツォは、ボローニャの攻撃を受けていた、モデナの救援に向かうが、行軍中に、ボローニャ軍の奇襲を受けて、側近と共に捕獲された。ボローニャに入場したエンツォは、金の鎖で繋がれて、馬にまたがり、王にふさわしいカビな装束を身にまとっていたと、伝えられる。フリードリヒは、エンツォの釈放のため、人質の交換、身の白金の引き渡しを提案したが、 ボローニャ側はフリードリヒの申し出を拒絶した。ボローニャでの警備は厳重であったもののエンツの尊厳は守られており、大広間が与えられていた。外部との所管のやり取りと面会の自由が認められており、夜間は広間の中央にある鉄製の牢に入った。エンツが資金を使い果たした後は、ボローニャが彼の生活費を負担した。伝承によれは強要ある。 若いボローニャ市民たちはたびたび、エンツォの元を訪れ、死を吟じて、監視たちを感動させたと言われる。1270年にエンツォは、脱獄を試み、孫職人を買収し、秋だるに隠れての脱走を企てた。街路まで脱出することができたが、孫の線から紙がはみ出ていたために脱獄が発覚し、監視はより厳しくなった。1272年3月14日に没 ボローニャ市民によって王としての葬儀が挙げられた。遺体はボローニャの三度目に故協会に埋葬された。ありがとうございます。